チャンネル。おちょん、こんにちは。この季節がやってきました、うん、あなたも気づかない怖い話です。あ、やっぱ夏なんで ね、うん、この時期が来たらやっぱこの怖い話的な、はい、僕が子供の時だとあなたの知らない世界っていう、はい、知ってるか、知らない。もうやってたでしょ、あなたの知らない世界っていう、もうその心霊特集みたいな、はい、毎週1、2回ぐらい、へー、夏休み、はい、子供ながら怖すぎて見れへんかったもんな、へー、昼から。私の時はもうやっぱり今もありましたよ、世にも奇妙な物語が、まあ、ちょっと怖いのもあれば怖くないのもありますけど、それかあれじゃないの、あの五国寺島レッツなんとかショーって言って、あのスマップの元本怖い、本怖い、本当にあった怖い話、あ、レッツカイグーショーみたいな、子供とか子供が横にいる、そう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 、あれ子供怖くないのかなと思いながら、ね、見てましたよ結構。稲垣くんがやってた、そうやった、はい、うん、今回もやっぱ野球界にまつわる怖い話、うん、この季節がやってまいりました、はい、皆さんには残念なお知らせです、うん、あなたの応援しているチームもう消化ゲームに入ってるかも分かりませんまだ消化ゲームとは言われてないですよ、もちろん。でも、うん、もう消化ゲームかもしれない、かもしれない。もうそれはもう最後は皆さんの気分次第で、はい、心霊だってね、うん、枕元に亡くなった家族が立ってたりとか、うん、ね、亡くなる直前の誰かが会いに来てくれたりしたら、うん、それはもう嬉しいじゃん、はい、ね、嬉しいのもある、うん、でも悲しいのもあるじゃん、はい、怖いのもあるじゃん、うん、それはもうあなたの心次第っていうところで、はい、まあ、これね、今日はセリーグ編っていうところでね、はい、まあ、まずは優勝ラインとクライマックスシリーズライン、はい、要はクライマックスシリーズに出れればまだね、うん、日本一になる可能性はあるわけでしょ、はい、ってなった時にちょっとあるあの計算式のもと計算した場合、はい、クライマックスシリーズ3位って考えたら、うん、最低でも5割は絶対行かなきゃ、まあ、もちろんね、今まで過去借金で、うん、あの進出したチームもあるけども、うん、まあ、狙うは最低5割でしょ、うん、ってなった時にセリーグは、はい、現状ですね、うん、中日ヤクルトは、はい、もう3位狙いです、うん、でも3位狙えるわけですよね、まだね、可能性はね、うん、狙えるよ、はい、数字上で、ね、うん、それがいけるかどうかはもうみんな3次第っていうね、心の持ちよう次第で、はい、現状で今日8月1日の試合終わった現在、はい、中日93試合でしょうか、はい、だからあと50試合、はい、で、35勝56敗2引き分け、うん、3位と 12.5 ゲーム差です、はい、3位とね、うん、首位と18ゲーム差、はい、まあまあ無理じゃん、うん、3位18ゲーム差ね、うん、で、借金が21です、はい、でなんか噂によると、はい、現在ね、うん、現在、うん、21世紀に入って、はい、ちょっと読みますね、うん、このね、中日界隈の有名な赤味噌さんっていう、はい、このツイッターを書いてる方、うん、存じ上げてます、めちゃくちゃ有名なんですよ、はい、その方が言うには、ちなみに中日ドラゴンズ1軍、うん、1995年に並んで勝率3割8分5厘で平成ワースト勝率タイになりました。おで2軍も記録のみられ21世紀以降では少なくとも最低勝率、うん、つまり1軍も2軍も21世紀で一番勝率低いのが2023年の中日ドラゴンズらしいです。で 今の中日が2000年以降21世紀になって、はい、うん、一番今現在は勝率が1軍も2軍も低いの、はい、今まであんな言われてたけど今年が一番低いの、はい、そうなんだ、まだチャンスあります、まだある、まだ、うん、仮にね、はい、5割に行こうとするならば、はい、あと50試合なん で、うん、で引き分け2個あるんで、はい、あの最低でも71勝しなきゃいけないわけ、はい、71勝71敗で勝率5割だね、はい、ってなった時に、残り50試合、うん、ドラゴンズは、はい、36勝14敗36勝14敗で5割、うん、だからあの7月8月で7回ずつ負けれます、はい、7回ずつだから3週間はカード1敗ずつできるんだよ、はい、3週間は、はい、で6じゃんね、はい、で最後の4週は、はい、あの1敗しかできないから、はい、それで7敗、うん、これ3勝2敗3勝2敗で全部勝ち越していったら8敗しちゃうからだ、あ、ダメか、うん、だから2勝1敗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 、うん、2勝1敗3連勝そしたら5分で終われる、そしたらまだ7敗だから、はい、9月に向けてチャンスある、うん、チャンスある、うん、これ8月9月で7敗ずつしかできないから、はい、14敗、はい、で勝率に直すとですね、7割2分です、はい、今何、今3割8分5厘、あ、いいのか、今までの2倍勝てばいけます、
まあでも何があるか分かんないからね。10連勝するかも分かんないし10連勝ぐらいで無理だよ10連勝ぐらいで無理だよ。でも36勝しなきゃいけないから、はい、あの2ヶ月で18勝しなきゃいけないんだよ。そうですね、18勝18勝で、はい、10連勝しても残りまだ8勝しなきゃいけない。じゃあ18連勝ぐらいでいいね18連勝ぐらいしたら、うん、プロ野球記録だねだこれがね、はい、俺が今言った条件が7割2分って言ったら、うん、メジャーの球団、はい、全球団はしてもそんな高い勝率のチームはありません、はい、まだ短期間だから短期間の勝率7割2分でいけばまだ 5割はだって今阪神が5割8分4厘よ、はい、勝率、まあ、普通に言ったらそのぐらいですよね、うんうん、でもこれがね、はい、ドラゴンズファンの皆さんが、うん、楽勝っしょ、うん、7回も負けれるんでしょ、うん、いけるっしょ、うん、って思ってたらまだ3位の可能性あります。でもこれが、うん、じゃあ無理っしょってなったら、うん、もうあなたのチームは消化ゲームです。いや多分これを楽勝と思うファンは絶対ないと思うでも諦めない心を持てば、いや、まあ、もちろんもちろんね、うん、そう、うん、だから なくはない。だからこれを、うん、いけると見るか無理やと見るかで、はい、いけると思ったらまたチャンスあるし、はい、じゃあ無理やろうと思ったらもうあなたのチームは消化ゲームです。そうですね、うん、だからファンの皆さんの心の持ちようで消化ゲームかそうじゃないかは決まるから、もう皆さん次第ですね、うん、はい、で続いてヤクルト、はい、ヤクルトは現状ね92試合消化、うん、だからあとは、51試合、うん、ね、で今39勝21敗2引き分け、はい、借金が12、うん、3位と8ゲーム差ですってなった時に残り5割で終わるためには71勝71敗にならなきゃいけないので、32勝必要です、はい、19敗、はい、だからちょっと増えた19だ9敗つっていきます、うん、9敗だと全部勝ち越しで、うん、カード勝ち越せば全部カード勝ち越しで、うん、1カードだけ1勝2敗でも大丈夫です。大丈夫、あ、なんかまだいける気がするの。そしたら9敗ずつ、うんうん、でまあ、どっちか10敗できるんで、はい、5割でいける、うん、勝率ね6割2分7厘、あ、まだなんかバンバンパッと見ね、うん、無理ではなさそうな気がする、うん、まあ、まだね、うん、19敗だから約まあ10敗ずつできるから、はい、まあ、これはまだね、うん、去年のヤクルトも15連勝ぐらいしたし、はい、チャンスあるかも分かんないけど現状勝率4割3分3厘、はい、でも残り6割2分7厘の勝率がいるんで、はい、この6割2分7厘は今の阪神よりも高いです、はい、で忘れてはいけないのが、はい、それで3位だからねでもあの今の順位見てみるとですよ、うん、4位の巨人も貯金なわけですよ1位、うん、だから5割で A クラス入れるか分かんないけどでもまあまあボーダーラインってとこですね。でもこの巨人が強いのがヤクルトにとってはダメなのよ。そうですね、巨人が上がっていっちゃうと、うん、2チーム抜かなきゃいけないから、はい、2チーム抜くって大変なんだ。そうなんですよね、うん、でこれはヤクルトファンの皆さんがね、はい、お、32勝19敗でいけるの、うん、楽勝っしょ、うん、って思ったら3位可能性あります、はい、いやきついと思ったらだからもういやそれは無理やろってなったら、うん、もうそれはもうあなたのチームは勝負です、はい、まあ、心の持ちようです。はい、で続いて、はい、こっからはね優勝ラインいきます。お、あ、じゃあ巨人は優勝ライン計算、巨人はまだねちょっと優勝可能性あるんで、はい、で巨人だって5割でいいんだったらもう残り5割でいいから、はい、3位だったね、うん、だからここからは優勝計算 で、はい、でしかもねこう中日ヤクルト5割計算だから、うん、あの3位のチームが貯金作っちゃうと、はい、あの追いつかないからね。そうなんですよ、はい、でじゃあタイガース、はい、優勝ラインがどこかなっていうところで、はい、まあ、70仮に5勝だった場合はタイガースは残り50試合を23勝を27敗でいけばいい、はい、75勝ラインだったら、うん、こう借金4じゃん、はい、でも多分こんなことないんだよ、うん、だから多分セ・リーグの優勝ラインは俺80勝かなと思って、はい、でセ・リーグの優勝ラインが80勝って考えた時に、うん、残り阪神は28勝22敗、うん、勝率5割6分、うん、だから要は今よりもちょっと低い、はい、のでいけば優勝いける。おお。で22敗だから、はい、22敗って言えば1ヶ月11敗負けれるから、うん、はい、11敗って結構負けれるから。そうですね、だって1週間3回負けれるからね、うん、5割5割でちょっと勝ったらいいだけだから、うん、タイガースだと28勝、うん、22敗かなり優勝に近いですね。で80勝優勝ライン、はい、これは結構具体的にいけそうってなるね、うん、はい、まあ、いきなり大失速とかしなくて、うん、普通に今まで通りやってたら、まあ、優勝しそう。しかも近本帰ってきて、はい、あの近本中野の1、2番がえげつない、うん、近本のいないことがやばかったなっていうぐらい。やっぱ1番って大事だなと思いますよね、うん、でしかも8番木浪の存在がまだでかくて、はい、あの下から下から来てのピッチャー送って上に来るあの得点力のすごさ、はい、これ多分12球団1かも分かんない、うん、
下から来た時の、はい、でまた森下がフレッシュオールスターで MVP 取ってから一気に上がってきて、うん、今3番でめっちゃいいとこでね、うん、だから俺言ってんねん、はい、去年のドラフトの時、うん、動画見て、うん、森下、はい、一番いい球団入ったかもしれないって言ってた。そんなこと言ってました。浅野より森下の方が俺は阪神にとってよかったと思う、うん、言ってたよね。言ってましたね。そうだっけ、うん、いやこれは浅野外れて、うん、森下の方が阪神にとってよかったと俺言って。今年優勝するためにはすごい大きなピースだったかもしれないです ね皆さん去年の動画ありますから、うん、それ見てください。言ってますから。そうですね、はい、いい形になって、うん、俺はもうあとはサトテルノイジだと思ってるね、はい、キーはサトテルがまたここに来て打ち出してるからね、うん、しかも当たったら軽く振ってるだけにあいつ力入れづらいからめっちゃ飛ぶなセンターフライかと思ったらバックスクリーン中段行ってたからね、はい、だからそういったところでは、はい、ね、いい形で、うん、で青柳も復活してきたら、はい、かなり、うん、これちょっと28勝22敗よね、うん、チャンスあるね。具体的にいい感じですね、うん。続いて現状2位の広島、はい、ゲーム差2です今、うん、ね、94試合終わって52勝41敗、はい、勝利数はタイガースと一緒だけども、勝率は5割5分くり、はい、ね、で残り80勝ラインとするならば、うん、28勝しなきゃいけない、はい、28勝21敗、うん、勝率5割7分1厘で80勝、はい、タイガースとほぼ変わんない、ね、うん、負け数が1個少ないだけ、はい、まあ競ってるからかなりあるな、うん、で10敗していいから10敗、うん、1ヶ月、はい、チャンスある。いや全然ありますよ。でも、うん、広島、はい、森下が豆割れて、うん、いなくなって、そういうの痛いですね。まだ西川帰ってきてなくて、はい、ちょっと人が戦力的に早く帰ってきて、はい、西川菊池やっと出だしてね、うん、昨日先頭打者ホームランも打ったけども、はい、ね、ガン帰ってきて阪神とかから人が帰ってきて上がってきてるのに、はい、カープ人がいなくなって下がってきてるから、まあここら辺がね、でも子供も打ち出してきてるからな、はい、いい感じで、うん、でもカープも28勝11敗でいいから、うん、貯金7、現状がだって貯金11だから、はい、可能、まあ、あるね、うん、これ可能性的にはね、うん、で次 DeNA、はい、現状3位、92試合終わって47勝43敗貯金4、2引き分け、勝率5割2分2厘、1位とのゲーム差が 5.5、はい、っていうところでは残り80勝しようと思ったら33勝です。33勝を18敗、うん、勝率6割4分7厘、まあ、結構ちょっと高くなってきますね、うん、9回ずつ負けれます、うん、だからいわばこれあのヤクルトの A クラス来るのと一緒です、はい、だ全部3勝2敗3勝2敗でいけばいけばだから全部勝ち越しだね、うん、カード、はい、そしたら優勝可能性あるけど、うん、ちょっとあれやな、阪神広島の上位に比べると、うん、ちょっと厳しくなってきます、なんかな、ちょっと、うん、やっぱ何問題あるんだよな。でもコアラも帰ってきて、うん、ね、で、まあ、宮崎が出たり出なかったりだからちょっと打線がこうちょっと落ち着いてた時期ありますからね、うんうん、打てなきゃ負ける感じだからね、うん、でもピッチャーはさ、今永、東、バウアーもいてさ、うん、大貫とか、はい、うん、結構いいラインナップしてるからね。でリリーフがちょっとね、山崎、安崎が落ちてきてちょっとリリーフにバーッとついてるから、森原投手がね、調子に入ってそこら辺がどうなるのかなっていうところで、うん、ちょっと前半戦に比べたらちょっと勢い止まってんな。そうですね、うん、まあ、でもいけなくはない可能性はあるけども、やっぱ上にチームに比べたらちょっと条件は厳しくなってくる、厳しくなってくるね。で巨人、はい、巨人は現状92試合消化で46勝45敗1引き分け貯金1、はい、勝率5割5厘、うん、で残りで今は DeNA と 1.5 ゲーム差、はい、昨日ヤクルトに1対0で負けてるからな、うん、山野のグッピッチングでな、1位までは7ゲーム差、はい、で残り80勝しようと思ったら巨人は34勝17敗、うん、でいけば80勝、うん、勝率6割6分6厘だからほぼ DeNA と一緒だね。はい、そうですね、 DeNA とほぼ、まあ、1勝多く勝たなきゃいけない、うん、で1回負けれない、はい、でもほぼほぼ中日と一緒、うん、いやここ正直 A クラスがどうなるのかっていうのも分かんないですね、うんうん、でも巨人もな、坂本帰ってきて、うん、丸も帰ってきて、はい、で秋広もいて、うん、いい感じの打線になってきてるし、うん、ピッチャーもな、あのメンデスもいいしな、うん、で山崎より、うん、で昨日菅野も良くなってきたし、うん、戸郷大勢がいつも帰ってくるからな、あ、それ大きいですね、うん、でも逆襲のジャイアンツある、そう序盤から考えたらあれなんかジャイアンツちょっと強くなったなって感じありますよね、勢い、うんうん、あるけど、でもだから昨日みたいな試合に負けちゃダメなんだよな、うん、1対0とかで、うん、だからもう負けがやっぱちょっとずつ許されなくなってきてるから、巨人これが80勝ラインだからね。そうですね。で阪神が上がれば、阪神だって貯金6でいいからね、うん、それが上がっていけばもっとね下のチームはきつくなるけども、はい、80勝とするならばこのラインだから、うん、まあ巨人もまだワンチャンあるけど、はい、やっぱ DeNA 巨人は全カード勝ち越しぐらいでいかないといけないから、うん、負け越してらんないね、
かなり厳しい戦いだけど、でも広島阪神はちょ見えてくるね、見えてきました、こう見えたらね、そんなに厳しくない条件でいける、うん、いける可能性ね、うん、これまでの戦い方と同じような戦い方でいけるっていうところで、はい、まあね、どうなるのか、はい、でもやっぱり阪神が人が帰ってきてるからかなりチャンスでかいな、うん、カープは本当人帰ってくる次第だし、DeNA はもう打つかどうかだけやからな、うん、この打つかどうかを打ち切れるか、うん、巨人も本当戦力帰ってきたからな、はい、一番なんかちょっと情勢どうなんかっていう人が DeNA な、はい、見えないもう見えないっていうか、うん、上行く可能性もあるし落ちる可能性もあるっていうところで見えにくいけどね、うん、はい、まあ、この夏ね、うん、勝負の夏どうなるのかね、はい、うん、まあ、あの消化ゲームかどうかは皆さんの心次第なんで、はい、はい、心の中で聞いてください、諦めずに頑張りましょう。